今夜はあれを入れることでこちらのおでんがまた美味しくなるというちょい足しレシピをご紹介していきます。冬にぴったり、美味しいよ。それでは早速作っていきます。まずはコンビニで買ってきたこちらのおでんをこの器に移し替えます。パカッパカッ、めっちゃいい匂い冬を感じます。移し替えていきます。大根、しらたき、で、お、白滝もう一個発見。白滝、そして卵。卵持てるかな？卵持てるかな？よし。よし。はい、で、おつゆも移し替えます。かな？はい、移し替えました。それでは、ここでちょい足し！バターを一かけら取ってこのおでんに入れていきます。バターを入れるなんて発想今までなかったからちょっとドキ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 。バターを入れていきます。これを投入、バターを溶かしていきます。あ、すごい溶け始めた。あ、なんかでも合うかもしれない。めちゃめちゃなんか匂いがもういい感じ。溶けろ溶けろ。そして最後にこのネギをきれいに盛り付けると完成します。では入れていきます。ネギも大好き。よいしょ、こんなもんかな。はい、これで完成です。こちらがバターで簡単コクうまおでんです。めちゃめちゃ美味しそうです。いいですね、なんか急に洋風になりますね。素敵、早く食べたい。それではいただきます。はい、まずこちらのコクうまおでんを食べる前に通常のおでんを食べて味の比較をしていきたいと思います。それではまず通常おでんからいただきます。普通のおでんは私よく食べるので、この細いおでん、大根は薄い大根は初めてか。いただきます。味がちゃんと染みてて美味しいです。うん、よく私が食べるおでんの味です美味しい、冬にぴったり。はい、では次はコクうまおでんを食べていきたいと思います。器を一旦チェンジ。はい、では食べていきますよ。いただきます。あ、まずスープからいただきます。スープいただきます。ちょっとちゃんと混ぜて混ぜ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 して、もうバターの油がめちゃめちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。うん、め、お、めっちゃ美味しい。ようですね、急に。よう、あ、でもバター一つでこんな味変わるんだ。めちゃめちゃ美味しい。私めっちゃ好きですこれ。バターがしっかり染み渡っている。いただきます。うん、うん、めちゃめちゃ美味しい。うん、みんなバター入れた方がいいよ。めっちゃ美味しい。すごい、こんな味変わるんだ。なんか全然、うん、なんだ、全然違うって言ったら嘘になっちゃうんだけど、でも全く別物になりますね。正直ちょっとビビってたんですよ。バター入れるんだと思って、そのままでも美味しいのにと思ったんだけど、バター入れるの正解。めっちゃ美味しい。うん、こりゃ進みますね。
私、冬のおでんは、餅巾着がめちゃくちゃ好きで、餅巾必ずお母さんに入れてって言って、独り占めして食べてましたね。でも、餅巾着もこのバターの出汁に入れたら絶対美味しい。絶対美味しいですよね、これ。ちょっと、今年の冬は食が豊かになりそうです。バターが鼻から抜けますね。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。バターで簡単極うまおでんのレシピはこちら。ぜひ試してみてくださいね。